はい、どうも皆さんもおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ、本日なんですが、ビートルーパー。これね、海外先行テーマでございまして、まだ OCG にもね、来てないんですよ。なんか次のパックで来るんですけども、OCG の方ではね。TCG の方で、海外の方で先に先行されているテーマでございまして、これがマスターデュエルに来たと。これが使えると。これ素晴らしいですね。マスターデュエル初の試み。で、初でもねえか。海外先行テーマいくつか来てたから。まあ、テーマっていうかカードが来てたから。ただテーマで使えるのは結構初の試みなんじゃないかと思うんですけども、ビートルーパーこれ何するかっていうとですね、ものすごい展開力が増しました。昆虫の昆虫族デッキの救世主と言ってもいいね。これはね、とにかくね、横に並べやすくなったんですよ。スカウトバギーはなんか同じやつを特殊ができたりとか、あとそれからスケールボムは手札からポンと特殊ができたりとか、あと、ステンギーランスは、お互いの墓地のモンスター戻して特殊感できたりとか、結構ね、特殊召喚が多いんですね、非常に。だこの辺のモンスターたちを使って、展開を伸ばしていける、まあ、そういう、昆虫テーマになっております。で、どういう風に展開していくかをちょっと動画見ていただければいいんですけれども、エースモンスターを先に説明しておきますね。まず、経由地点としては、アームドホーン。これは、昆虫族2体で作れて、で、手札から昆虫を召喚できるっていう、まあ、展開を増やせる効果があって。で、しかも墓地から、昆虫族を3体とかすると、墓地から蘇ってくるっていう効果があるんですよ。だから、1回使って、で、もう1回蘇ってくるから、まあ、リンク、4分の働きをします、こいつは。4分ってか、モンスターが手札から出てくるから、5分か。リンク5分の働きをします。めっちゃ強いです、これ。で、リンク4のこのモンスター。これがエースですね。昆虫毒モンスター、2体以上。まあ、なんか、昆虫毒版、なんかアクセスコロトーカーみたいな、イメージですね。はい。まあ、破壊効果はないですけど、一応リンク召喚したこのカードは、攻撃力が3000以下の場合、効果の対象ならず効果で飾らない。まあ、要するに高級とするんだと。で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は昆虫毒モンスターしか特殊召喚ができないっていうことで、まあ、縛りがね、ついちゃうんですよ。この辺の縛りは結構ね、重いんですけども、まあ、ただ、昆虫族だけで展開しても強くなったので、今まではこんな縛りあったらほんと何もできんみたいな感じだったんですけども、今回からビートルーパーが出てきたことによってかなり強くなってるんで、まあ、この縛りも意外と関係ない感じがします。で、3番目で、昆虫族をリリースすると、デッキからビートルーパー出すか、打点を2000上げるっていう効果があって、このデッキからビートルーパー出すっていう効果がめっちゃ強くて、ステンギーランスっていうこいつを出してくると、こいつが特殊に成功すると、魔法トラップを再生できるんですよね。で、これでカウンタートラップ、フロートスティングっていうこのカウンタートラップ、これ、モンスター効果無効にできるんですけども、これを、セットして、先行制圧していくっていう感じですね。これはモンスター効果無効にできるから、これを先行でセットしていくのが、基本的に先行制圧の目標というか、先行展開の目標になってきますね。で、展開力を確保してあげれば、こんなの簡単に出るんですよ。まあ、最低限やっぱ昆虫とか3体くらい並ばないといけないので、なので、今回は B フォースをいっぱい入れてまして、ニードルとか、まあ、ピンとか、あと、まあ、ツインボーみたいな、こういうモンスターたちを、いっぱい入れてます。あと、ゴキポール。ゴキポールは墓地を送られると、なんか通常モンスター持ってきて、そのまま出せるっていう効果があるんで、ゴキポールも入ってまして、まあ、ゴキポールとゴキボール、それからまあ、レベル4サーチできるんで、まあ、アルバレストとかもサーチできますから、結構持ってきたアルバレストを、アームドホーンで出すとかもできますんで、まあ、これは非常に相性がいいと。で、こいつらを、活用できるように、封印の黄金室とか、愚かな埋葬が入ってる。封印の黄金室はちなみに、レズラン戦績と除外すると、まあ、墓地に昆虫とか叩き落とせるんで、これで、ゴキポールを墓地を送るみたいなこともできますね。で、基本展開見ていただけばわかるんですが、アームのホールとピコファレーナを並べて、ピコファレーナで、リズランスインセクトを装備してから、リンク4すると、なんか宇宙が起きます。はい。まぁ、あ、ちょっとこの辺の展開はね、動画を見ていただければと思いますので、早速ね、令和のインセクターハガって名前になってますけども、なんかインセクターハガを超えました。完全に。シンジウェーバー、令和のシンジウェーバーとインセクターハガ合体デッキみたいな感じですね。はい。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さて、令和のインセクター、ハガの展開力をね、見せていきましょう。これ、妨害がなければ意外と回りますよ。とりあえずですね、まずは普通にレズランスインセクト召喚だな。普通にレズランスインセクト召喚からの、連撃のツインボーを特殊召喚。この B フォースっていうモンスターは、本当に素晴らしくてね、昆虫族がいれば特殊召喚できるっていうなんかモンスターめっちゃ多いから、まあ、その効果を使って、この展開力に変えていくという。まあ、ちょっと待って、ピンの効果で。ピンかける200倍もの大ダメージくらい。で、まずは、じゃアームドホーンを出していく。これが新規の力。ビートリパー、アームドホーン。はい。そして、アームドホーンの、アームドホーンじゃねえや、レズランスインセクトの効果を発動。
レゾランスインセクトの効果によってデビルドーザーを手札に加えていく。まあ、この動きはまあ、 あの昆虫族デッキであれば意外と基本中の基本というか、でデビルドーザーってなんかまあ、レゾランスインセクトを除外していくという、まあ、これはね割とよく見るムーブなんじゃないでしょうか。さあでデビルドーザーの間違えた、レゾランスインセクトが除外された場合の効果とデッキから何らかの昆虫族モンスターを墓地に送ることだって、これによってゴキポールを墓地に送って、でゴキポールの効果墓地へ送られた場合、デッキからレベル4の昆虫族モンスター1体を持ってきて、そしてアームド4の効果によってこいつを展開できる、強すぎで、早アルバレストを召喚し、アルバレストの効果発動、アルバレストの効果で自分の墓地のレベル3以下の昆虫族モンスター1体を特殊召喚できる、 OK。 ウェイで、レベルじゃねえや、昆虫族モンスター2体の魂をリンクマーカーにセットしていく。こことここでいいな、こうで、ピッコパレーラ、これちょっとかぶってるんでうらら捨てましょう一回。で、うらら効果、うらら効果じゃねえ、うららを捨てて、でピッコパレーナ以外のモンスターに、昆虫を装備する。このピッコパレーナ以外のモンスターにだからね、これね、そのなんかもうなんかで、なんか他のモンスター出てるの前提っていうね、はい、でレゾランスインセクトをもう一回装備していく。このレゾランスインセクト2回使えるとね、なんかねアドバンテージがえぐくなるんですよね。で、リンク2のインビンシブルアームドホーンとピコパレーナをリンクマーカーセット、サーキットコンバイン、あらあらの史上最強の昆虫族モンスタービートリーファーインビンシブルアトラス、はい、召喚ムービーやりまーすかっこいいでしょ、かっこいいでしょこいつ。で、こいつの効果によって、マイティネプチューンを手札に加えていく。 OK で、ですね、一回先にあれやな、インビンシブルアトラスの効果と、インビンシブルアトラスはフィールドのモンスター1体をリリースすると、昆虫族をデッキから出せるビートルーパーので、ここで、最強モンスタースティンギーランスを特殊召喚していく。でスティンギーランスが特殊召喚に成功した場合の効果と、ビートルーパーマジックトラップカード1枚をサーチすることができる。これによってカウンタートラップビートルーパーフロートスティングをというのに加えていく。これがですねモンスター国も攻撃力めっちゃ強いんですよね。で、アームのホーンの効果を発動、アームのホーンの効果によって自分の墓地の、昆虫族モンスターをめっちゃ除外して特殊召喚ができる。こうだな、これでフェ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 って除外して、で、ビートレバーアームのホーンも墓地より特殊召喚、まあ、これはリンクサイズでどうでもいいですね。で、レゾランスインセクトの効果を発動、まあ、こいつに単一制限ついてないんでね、一切もう使えば使うだけアド。でこれで、セラフィムパピオンの効果で蘇生してるやつ落としておけばいいから、毒灰のニードルを落としておいて、このニードルもね一応ね防火効果持ってるんでね。で、アームのホーンと、スティンギーランスでいいか、スティンギーランスをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、現れろセラフィムパピオン、謎の長所、謎の長所はカウンターが置かれて、でカウンターを使うと昆虫族レベル4以下のモンスターを蘇生できるっていう効果持ってるんで、まあ、これどっちかしか使えねえぜ一旦に。で、まあ、ゴキポール戻しかいいか。で、この3枚をデッキに戻して、ビートリーパー、マイティネプチューンを特殊召喚、さらにカードを打ちます、セット。そして、エンドフェイズ、マイティネプチューンの効果、フィールドの昆虫族モンスター1体を対象取り、そのモンスターの打点を1000ポイントアップするぜ、セラフィンパピオンの対象取り、うわぁ、3500! うわぁ、つえぇこれがね、令和のね、インセクター鋼の展開力ですよ。どうこれ。すごいでしょ、この展開力。こんだけ並ぶんですよ、これ。やばくない？で、ニードル君の効果で、まあ、アルバレストでいいか。で、これでですね、今何が起きてるかっていうと、まずモンスター効果をカウンタートラップで無効にできると。で、なんだっけ、ニードル？ニードルでフリーチェーンで、相手のモンスターの効果を、昆虫族をリリースすれば無効にできるから、まあ、自分以外のね。なので、まあ、デビルドーザーあたりを、リリースして無効にできる。で、パピオンの面白いな。で、インビンシブルアトラス君は、対象にならず効果で破壊されないっていう最強の体制。これがですね、まあ一応、令和のインセクター派が先行展開といったところ。さあ、まあ、天意の小僧が出てくる。なんか、双剣もあんまり見なくなりましたよね。あー、なるほど。エクレシアちゃん、いいね。強いじゃん。からの、あ、龍炎さんね。あ、それは効果無効だ。ビートルーパー。フロートスティングの効果を発動。フロートスティングの効果は相手が発動したモンスターの効果を無効にし破壊することができる。ちなみにこのカウンタートラップは、
攻撃力が3000以上の昆虫がいるとなんか墓地から再セットできるっていう、こうあ、まあ、どっちかしか使えないんですけど、無効にするか再セットするかどっちかしか使えないんだけども、あでこれまあまあ裏無効いいぞ、ハルウララとかいう昆虫モンスター最強すぎる。あまりにも昆虫族レベル3炎属性チューナー強、最強じゃん。で何うつとなる理由に、なるほど、デッキから源流族モンスター一体墓地を送る。この日の効果モンスター以外の表から表示モンスターがいる場合は、モンスターと数のことで全員モンスターをデッキから手札に加える。やべえ強え、まあ、魔法トラップを無効にすることはできない。ちなみにシナ、あであビシュダなんですね。なるほど、まあビシュダの効果で無あのバウンスできませんけどね。ちなみにインビンシブルアトラスさんはバウンスできないんで、まあ他のモンスターとバウンスしていいですよ。まあいいだろう。でこっから進化できるのかな相手リンクか。なるほど、あーはい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 、女ね、女。え、これ女はなんか手札一番捨てると墓地のやつ、特色がいいやつね。 OK、 まあってことは、まあ、女の 手札を捨てたと交換にチェーンして、対象はニードルで突き刺してやるよ。ニードルの効果発動、ニードルの効果によって、デビルドーザーを墓地のくれ。流線女さんは効果無効で残念でしたねさあ圧倒的制圧力の前に何もできない。さあ流線女が棒立ちだ。そしてビシタの効果も使えない、効果モンスターかなそいつは。うわー、やるじゃねえかなかなか。そしてエンドフェイツ、マイティレプチューの効果によって打点がめっちゃ上がるぜ。さあセラフィンパピオの打点をめっちゃ上げていく。うわー、プロ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 4300の蝶々、なんか多分体長500メートルぐらいあるんだろうな。でですね、ま、とりあえず一旦、ま、一旦セラフィンパピオンの効果発動するか。セラフィンパピオンの効果発動して墓地のレベル4以下のレベル最下のモンスター特殊ができるので、これ、ま、ドッグバイのニードルとかいうモンスター最強だから特殊化して、でニードル君の効果を発動。まあ、どっちかというと令和のなんかインセクト剥がすっていうかさ、なんか令和の真珠ウェーバーみたいなのがあるよね。うん、どっちかっていうと真珠ウェーバーだわ、はい、なんで俺は令和の剥がってきたんだ。 B フォースこんな入って B フォース展開してるのになんか、あでも全然進行しねえからなヒッチのピンの大ダメージを食らえ、ヒッチのピンの数だけで200ポイントの大ダメージ。そして、インビンシブルアトラスの効果を発動。インビンシブルアトラスはフィールドの昆虫族モンスター一体をリリースすることによってデッキからビートリーパーを特殊化できる。これによってビートリーパー、スティンギーランスを特殊化し、スティンギーランスの特殊化成功時効果発動。ビートリーパーマジックトラップカードを1枚をサーチすることができる。これによって最強の魔法カード融合でなんか、これでこれなんかランディングとかいうカードはね、これね、まあ、いろいろ書いてますけど融合です。なんかすげえいろいろ書いてますけど融合で、ですな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 、これ融合していいか。ここでこうしてでビートリーパーランディングで、ランディングの効果、昆虫族モンスター4体の魂を埋葬し、これでこれでこれ行けービートリーパーアブソリュートヘラクレス召喚ムービーをどうぞ。かっけーかっけー、この打点よ、この爆発的打点、バードリベースだ、おら食らえ。これがレイバーの昆虫デッキの展開力だ、おらうおらつえやばい、やっぱビートレッパーって神だわ。いやー昆虫強くなったね。なんか今まではさ昆虫デッキってさ本当に弱かったんですよ。なんか何もなんか強いとこなくてあれだったんですけども、こんだけ展開できるとさすがに強いね。これでもちょっとなんか展開力ねえな、まあ、ちょっとニードル出すしかねえか、ニードル出していくしかねえか、ニードル出していく、はい、でニードル効果、いやここ止められると結構きついんだよな。なんかと、なんかここ止められるともうなんか棒立ちになっちゃうのでモンスターがそれだからね、結局ね昆虫族強くなったとはいえ展開めっちゃしないといけないんですよね。モンスターを一応このニードルが通れば
あのニードルからの展開が結構伸びるので、ニードルとあとアルバレストっていうこの展開ね、これからと一応まあリンク4分は稼げるんでね、いけるんですけども、ちょっとだからね、もうちょっと B ボス増やしてもいいかもしれないね、あの構築上ちょっと枠 ねえんだよな。でももうなんか誘発結構入れないとやっぱ勝てないじゃんこの環境ね。だからちょっとまあ増獣とか裏は入れないといけないんだけどもさ、これはスカウトバギーの方が昆虫増えるから強そうだな。スカウトバギーでいっか、アルバレストちょっと取っとこう。でスカウトバギーの、あ今 どうせコストになるか、コストになるわ。でスカウトバギーの、効果でスカウトバギーを特殊召喚できる。でですね、ピコパレーナを出しましょう。でピコパレーナの効果はリンク召喚成功時に手札1枚捨てて昆虫族、他の昆虫族に昆虫を装備するっていうね、はい。でアルバレスト捨てるしかなくて、でアームのホーンに昆虫を装備で、ここでレズランスインセクトを装備していく。戻していいかな、これコスト足りるか、戻していいね。ピコパレーナ効果発動で、ここで昆虫族戻してワンドロー。これね、ワンドローしていい時と しちゃいけない時あるんですよね。コストが今多分ねいけたから、でこれコースでしょ。で戻して1枚ドロー、デビルドーザー来た。で2体のモンスターをリンクマーカーにセットしていく。サーキットコンバイン、ビートルーパー、インビンシブルアトラス、うわつえつえ。でレズランスインセクトの効果を発動するぜ。レズランスインセクトの効果によってマイティーマリーネプチューン、マイティーネプチューンを手札に加えていく。でマイティーネプチューンからのアームのホーンの効果と、アームのホーンの効果によって除外されている昆虫族モンスターをめっちゃ除外したじゃねえ、墓地にも存在する昆虫族めっちゃ除外して、で特殊召喚していく。そしてレズランスインセクトの効果を発動。レズランスインセクトが除外された場合、デッキから墓地に昆虫を落とすことができるぜ。これによってゴキボールを墓地に送って、でゴキボールの効果発動。これによってレベル4、の昆虫族モンスターを手札に加えることができる。で通常モンスターだった場合出せる。いけゴキボール。でインビンシブルアトラスの効果を発動。インビンシブルアトラスの効果によってデッキからビートルーパーを特殊召喚できるぜ。これによってビートルーパースティンギーランスを特殊召喚。いやこんだけ展開伸びるのめっちゃ楽しいよね。まあ、皆さんはどういうデッキが楽しいと思うかちょっと定かではありませんが、僕はねこういう展開デッキが好きなんですよ。どっちかというとなんかそのトラップカードとかでなんか制圧するよりも展開するデッキがめっちゃ好きで、まあ、いつも使ってるので、まあ、こういうの楽しいですね。で、保護しましょう。あれか、蘇生、蘇生対象ないのかな、蘇生対象、ミスったな。でも、ゴキボールは残しておけばいいやったか。で、ですね、まあ、いいや、これ、まあ、ゴキボールこれ戻して、じゃゴキボールは戻さないじゃねえや、除外しないで、残しとくべきだったくせえな。でだ、まあ、まあ、強いから別にいいか。まあ、十分だろ、これ。で、アームのホーンと、まあ、リソース残す動きは意識した方がいいので、今多分ゴキポールは残した方がいいですね、墓地に。どうせこのセラフィンパピオンで特殊召喚できるんですよ。まあ、増人投げればいいか。じゃあ、増人投げればいいわ。増人投げたら多少あるわ。で、セット、オッケー。で、エンドフェイズ、マイティネプチューンの効果で、セラフィンパピオンの打点が上がっていく。はい、ピラ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 、よーし、よし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 、強いな。この高打点がめちゃくちゃ並んでるんで、これさすがに強いんですよこの展開力で。それは別にいいか、それは別にいいや。まあいくらでもどうぞ。アラメシアの木あたりやったら、アラメシアのギティードではね、インビンシブルアトラス君は突破できねえっていうことを言っておきましょう。でアラメシアの儀を発動していく。でセラフィンパピオンの方を発動して、で一応増殖する G は出しておきましょう。ここねゴキポールでよかったね。これゴキポールの方がよかったね絶対に。でこうやってねちょっと墓地に残しとくモンスターみたいなのをなんかある程度考えないといけないですね、これこのデッキで。トークン出てくる、トークン出てきてからの、旅路、まあ一応まあ増字で引けるんで、まあどんだけ展開されても大丈夫じゃないかな。でしかもね結構ねこれ打点が高いわけよ全員だから、なんか全部っぱ系みたいな効果使われると、じゃそのインビンシブルアトラスしか残んなくてあれだけども、
なんかその一枚一枚処理してくるようなデッキは結構処理しきれないことが多い。だってさ、横3000なんだよ、マイティとかも。まあ、これは無効だよね、さすがに。で、フロートランディングの効果によって、あ、フロートスイングの効果によって、相手の発動したモンスターの効果、完全無効にして破壊していく。さようなら、グリフォンライダー。よし。まあ、あとは妨害はもう一滴しかないんで、あれですね。まあ、見ておくしかないですね、相手の展開を。あー、ダスティローブ、なるほど。で、ダスティローブ召喚成功時、試しの効果によって、ドラコバックをサーチしていく。まあ、それもいいでしょう。まあ、一滴打ちどころは今特にないね。で、ドラコバックからの、ドラコバックからの、一滴やめて。ちょ、前戻そうぜ、一回。一滴残し、おー、やめようぜ。ちょっと妨害なくなったわ。ちょっと待って。今打ってもあんま関係ないからな。いやー、でもそんな簡単にこの盤面突破できないと思いたい。で、サイレントブーツか。いやー、なかなかの展開力を見せてるぞ。やばいぞ。この、なんか、ファントムナイツは2体並ぶと世界が終わると言われてるぞ。大丈夫か？で、ケルビーニ君が出てくると、オッケー。ケルビー出てきて、で、ケルビー効果発動。え、俺、ベーラー入ってたっけ？ベーラー入ってないか。え、相手ターンに妨害できるカードあとあったっけな？誘発。ニビルとか入ってたっけ？いや、入ってなかった気がすんな。え、リンクスパイル？オッケー。アナコンダ？これ。アナコンダとかだったら嬉しいな、逆に。アナコンダにはかなり強いんですよ。そのインビンシブルアトラスがモンスターの効果を、効果では破壊されなくて、対象にならないっていう効果がありまして、で、あのデストロイフェニックスガイとかではね、突破できないんですよね。で、ダスティからの、手助け、あ、待って、これさ、冷静に考えて、これさ、待って、アリベやばくない？これ、アリビーが一番やばいわ。やばい。クソ打点だけ、全員一応だって。アリビーはマジでやばい。ちょ、アークリベリオンが本当にやばい。え？あ、お前アリビーじゃないんだ。あぶねえ。迷信は別にいいや。迷信は別に。迷信は別にいいや。いや、そんなにやばくない。あぶねえ。アリビー入ってないのかな。え、今、アリビーされてたら俺負けてた気がするんだけど。なんかファントムナイツ、なんだっけ、破壊するやつ、ランクさんの。破壊するやつで破壊して、で、なんか、レイダーズリングアリビーされたら多分負けてたよね、俺ね。アリビー入ってないんかな。え、でも、アリビー入ってないことある？幻影勇者ってアリビー入ってないの？まあ一応フィールドのモンスターの効果は全部、サロス・エロス。クルヌンヌンヌンギアスさんの効果で、無効になっているので、今は僕は何もありません。何一つありません。耐えたー、耐えた。まあ、これね、あのね、打点が高いのでね、まあ、そんな簡単にね突破できないと思いきやね、アークリベリオンエクシスドラゴンというのがヤバすぎるモンスターの効果を発動されると世界が終わっていた可能性が高いですが、一応これでこれで終わりだよな。だってリンクスパイだから、まあ一応アナコンダ争うのかな、これ。あー、なるほどね。まあデストロイフェニックスガイさんは、もう一切、意味なくて、インビンシブルアトラスさんをなんか頑張って出せれば、いけるので、まあ多分、あれですね、アナコンダどうにかしようっていうことなんでしょうけども、アナコンダデスクにで。まあこんだけ手札あったらね、こんちは止まりませんよ。止まるんじゃねえぞ。で、デストロイフェニックスガイさんの効果で、まあ一応割っておくと。はい。一応割っておく。はい、いいでしょう。はい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 、いいでしょう。一応割っておきますが、まあこれはまあ帰ってきますけどね。まあ帰ってくるんですけどね。はい。マイティネプチューンのテキスト読もう。読むわけねえか。長えもんな。で、マイティネプチューンの効果を発動するぜ。さあ、セラフィンパピアの打点をめっちゃ上げていくぜ。うわー。で、俺のターン。ドロー。墓穴強いね。まあさすがにこんだけあったら余裕で返せるね。まず、ディセントの効果で、後ろ割っていきましょう。これは、トークンを出しながら後ろ割るっていう作業カード。あ、で、ファントムウィング、なるほど、はい。ファントムウィングで、一度だけ戦闘効果では破壊されないという、効果を一応起動できるが、まあ、デスフェニーを一応固くしたってことですね、これね。なるほど。なるほど。では、リリースをしに行きましょう。まあ、このデッキは怪獣もサーチすることができますんで、
で、まず、旅路を破壊しまして、でですね、トークンとセラフィムでまずはインペンシブルアトラスさんから何か出しますか。ですね、まあトークンも使えるんですよ、当たり前に。はい、昆虫族モンスター2体以上っていうまた条件がいいよね、このインペンシブルアトラスさん。出しやすい、非常に。まあ、アクセスコルトーカーみたいなもんだよ。うん、昆虫界のアクセスコルトーカー、これは。ちょっと言い過ぎかな。昆虫界の、アクセスコルトーカーを出しまして、で、必中のピンとかいいモンスターを特殊召喚し、そして、必中のピンじゃねえや。アクセスコルトーカー、昆虫族界のアクセスコルトーカーの効果と、必中のピンをリリースして、デッキからビートリバーモンスター一体を特殊召喚。現れろ。ビートリバー、スティンギーダンス。そして、スティンギーダンスの効果発動するぜ。スティンギーランスは、特殊召喚成功した場合、やばすぎるビートルーパーマジックトラップカードを手札に加えることができる。これはフォーメーションといってね、墓地からビートルーパーを特殊召喚できるっていうモンスターカードですね。はい、でですね、まあ、とりあえずバギー出しますか。でバギー召喚してバギー効果発動。さあ、手札からめっちゃ展開できるぞ。手札できから敵墓地から、おい、おら、これが圧倒的昆虫の展開力。見よ、この展開力。デストロイフェニックスが1枚では絶対に止まらない。そして、スカウトバギーかな、スカウトバギーでいいや、スカウトバギーを出していく。さあ、スカウトバギーの効果によってまたモンスターを手札から展開できるぞ。大丈夫か。さあ、どうする。おっと、デスプニを使ってきた。一滴打つか、一応。まあ、当たり前にも握ってるんですよね。まあ、当たり前に握っていく、当たり前に握っていく。もう一番いらねえの愚かな埋葬だろ。愚かな埋葬いらないから墓地を食って、で相手の効果を無効にしていく。やべ、シャクレできた。で、デストロイフェニックスガイの効果を完全に無効、無力化し、そして手札から展開していくのはゴキポールで、ゴキポール展開で、リンク召喚ピコファレーナで、レゾナンスインセクト装備していきましょう。こうですね。で、ピコファレーナリンク召喚成功時効果発動。はい。で、手札墓地送って、昆虫に昆虫を装備。装備するのはどうでもいい。いいか、これ。で、ゴキポールの効果発動。ゴキポールは、墓地を送られると、昆虫族モンスター一体を手札に加えることができる。相手耐えると思ってんの、なんか、かわいいな。なんか、まだワンチャン耐えると思ってんのはかわいいな。まあ、一応、ファントムウィングがあるから、一応、戦闘効果で返さないから、一回。まあね、戦闘効果で破壊しなきゃいいんですよ、そんなモンスターは。で、ピコファレーナさんの効果を発動して、一応、昆虫をめっちゃ戻して、で、これで、インビンシブルアトラスを戻さないと、インビンシブルアトラスが出ないんで、インビンシブルアトラスを戻していく。はい。ほら、ピピ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 ピリンク召喚ピコファレーナとインビンシ、アームドホームをリンクマーカーセットサーキットコンバイン現れろ。2体目の昆虫族のエース、インビンシブルアトラス2体目2号機。そしてレゾナンスインセクトの効果、デッキからレベル5以上の昆虫族を手札に加えるぜ。さようなら。ハハハハ、ウィー。つえー、マジで。バリつえー。で、フォーメーションも発動していくぜ。フォーメーションはちなみに、墓地の、ビートルーパーを特殊召喚できるという効果。で、特殊召喚したモンスターの、打点分のダメージを受けるという効果だぜ。これによって、まあ、スティンギーランスもどうでもいいんだけど、スティンギーランスを特殊召喚していくぜ。はい。と。で、スケールボムを一応特殊召喚していく。で、史上最強マジックカード融合を使えばいいのかな、これは。あ、一応アームドホーンが発動するか。アームドホーンの効果と、アームドホーンの効果によって、レゾランスインセクト、および、これは結構なんでもよくて、昆虫族をめっちゃ除外していけばよくて。はい。で、昆虫爆誕させる。もう、ものすごくない？この展開力。いつまでこいつ回してんでっていうレベルで回してるでしょ。マジで。よく相手されんだしないね。マジで。で、世界最強モンスターしていきましょう。うわー、ビートルーパーランディングの効果、昆虫族モンスター4体の魂を
墓地の栗とかいけばない。やるこれ、うおー、融合召喚現れろ、ビートリファーアブソリュートヘラクレス。くっそ強い、マジでくっそ強い。じゃあマジアームの方いらなかったな、アームの方いなかったな、アームの方巻き込めたらよかったな。スティンギーラストの方が打点高いやん、これいけ。あアブソリュ、あ、じゃあ、インビンシブルアトラスでダイレクトアタック、ファントムウィング、あ、墓地から蘇生か、あ、うるせえ、黙れうるせえ、黙れ、おらでかい、いつまでも耐久してんじゃねえ、諦めろもう。まあそれはね、増殖する G とかいう最強の根治とかモンスターのことが通ったらこうなりますよ。最低インビンシブルアトラス、うわー強え、最強ダイレクトアタック、いやー、こんだけ展開できるようになるとさすがに楽しい、このデッキ。まあ割と反動はまあ割といいかな、一応これでニートル出し、あーいけるね多分これ、ここ止められても大丈夫だ、止められても大丈夫なやつ、あー止められない。でスケールボム、スケールボムがね結構強いんだよね、昆虫毒出てくるとなんか手札から特殊ができるよっていう、まあ、雑な効果持ってて、まあ、B フォースみたいな感じで、しかもなんかこいつのなんか効果がめっちゃ強くて、あれなんですよね、リリースすると相手のモンスターの効果をが発動すると、なんか自分もってか昆虫をリリースすると、あの破壊できるっていうことがあって、なんか意外と制圧もできるっていうね。まあ、あとはね適当になんか昆虫を並べてリンク4までたどり着けばいいので、まあ、リンク4にたどり着いたらカウンタートラップをねサーチするっていう、まあ、そんなに難しくないですこのデッキ。どうだ強えだろう、この高打点がクソ一平並ぶこのデッキ最強だわマジで。まあ、一応サンダーボルトとかきついですけど、普通にカウンタートラップがあるんで、まあ、一応無効にできて、でスラフィンパピオンの効果で一応まあ墓地のモンスター蘇生できて、割とねまあ耐久力はあるかなといったところは。しかもインビンシブルアトラス君の超有効、待って嘘だ！